今日はありがとう。突然だったけど会えてよかったよ。本当はまっすぐ帰ろうかと思ったんだけど、仕事で近くに寄ったからさ、会いたくなっちゃってつい。うん、大丈夫。あとは一人で帰るから、君はそのまま寝てて。あ、そうだ、喉渇いた？おいしい？よかった。じゃあ俺は着替えるから。ん？あ、ここ首筋に跡つけたな。あと鎖骨のところにもある。こんなにはっきりと赤くなって、強く吸いすぎじゃない？吸うっていうかさ、甘噛みしてるよね。本当に君って毒性のよく強いよね。俺の体の至るところにマーキングしてさはいはい、顔以外だったら好きにしていいよ。まあ服着たらさ見えないから大丈夫だけど。よし、あとは髪だけだな。帰るだけだから、まあこれでいいよ。何？どうしたの？その顔。君、裸のままだから風邪ひいちゃうよ。夜遅いから君は寝ないと。いい子だからね。何したいの？かわいい。ねえ、帰る前にしたいことあるんだけどいいかな？俺のものだって知るし、君の体につけてもいい？かわいい。ねえ、鏡見て、首筋に赤い跡ついたよ。俺とお揃いだね。そんなに寂しそうな顔しないで、またすぐに会えるからさ。今日はゆっくりおやすみ。何？ダメだよ。びっくりするでしょ、急に襲うなんて反則だよ。帰れなくなるじゃん。君は本当に俺を困らせるのが上手だね。どうするってそんなこと聞いて、意地悪。俺だって帰りたくない。ずっと一緒にいたい。君もそうでしょ？違う？困らせたかっただけ？また強がって、いつも本音を言わない君の悪い癖だよ。試すようなことばっかりしてるけど全部バレバレ。気づいてないと思った？本当は甘えたいくせに素直に言えばいいのに帰らないでって。今日だって会いたいなら会いたいって言えばいいのに。俺は君が思っていること全部わかっちゃうから、いつも先読みして何でもしてあげちゃうんだ。俺が甘やかしすぎたかな。今日は言葉でちゃんと言ってくれるまで
君がしてほしいことをしてあげない。聞かせて君の気持ち。いいの？早くしないと俺帰っちゃうよ。聞かせろよ。俺も今夜はずっと一緒にいたい。好きだよ。君の気持ちが聞けてよかった。今度は君からしてくれる？今夜はずっと朝まで。